様こんにちは、西尾光一です。今日も簡単なイメージから社交ダンスのコツがつかめてしまう、略してイメコツをご紹介します。この内容は僕がツイッターにて投稿したものが元になっておりますので、そちらもチェックしてください。早速ですが、今回のテーマはライズのバランスはこうやって取るです。ライズのバランスということですが、そもそもライズはどのようにして行うのか、どのようにしてこのライズが行われるのかということをまず説明したいと思います。そしてそれがもしかしたらそのまま答えになるかもしれません。ライズをするときというのは、当然このように見た目の通り足首の筋力が必要になってきますし、足全体の筋力も必要になると思うんですけれども、僕としてはできる限りこのバランスのコントロールでこのライズが行われるようにしたいんですよね。で、そのバランスのコントロールというのは、これは聞いたことがある人は多いのではないかと思うんですが、この足幅、靴の幅ですね、その中でできるだけ自分の重心を前の方にずらすことで自然とかかとが上がってしまうという、この体の仕組みをうまく使ってライズを行いたいという、そういうことです。今の話というのは社交ダンスをやっている人は割と知っている内容じゃないかなと思うんですけれども、知らない方のために改めて言いますと、この靴の幅ですね、長さ、この中で自分のバランスが今かかとの方にあるものをだんだんと前の方にずらしていくと、自然とこのかかとは浮き上がるという、こういう体の仕組みがありますね。僕のイメージは、もし誰かに後ろからポンと押された時に、そのまま倒れたくない時に、おっとっとみたいな感じでこう思わずかかとが上がってしまう感じ、この動きがダンスの中でもうまく使えたらいいなと思っている動きです。そしてこれが僕の思うライズの仕方ですね。で、今お伝えした通り、自分のバランスが前の方に行くとかかとが上がってしまうという、この動き、これをうまく使うということなんですけれども、できればこの胸の部分だけが前に行くというようなやり方ではなくて、胸もお尻もこの靴幅の中でかかとの方から前に行くようにすると、この綺麗な姿勢のまま綺麗なライズにつながっていきます。これが僕の思うライズの仕方、行い方なんですけれども、このやり方はよく考えてみると、自分で上がるというよりは、自分がやっていることはバランスや重心を少し前に動かしていくということですね。そうすると自然とかかとが上がりやすい状況になるということなので、ライズ自体をやっているというよりは、ライズがしやすい状況を作っていくという感覚です。なので、僕にとってはこのライズは割と自然と行われることです。ですので、最初にお伝えした今回のテーマのライズのバランスはこうやって取るという内容についてなんですけども、こうやって取るというのはどういうことかと言いますと、一生懸命ライズを作ってしまうと、どこかで行き過ぎてバランスが取りにくくなるんですけども、そもそも僕は重心をちょっと前にするとかかとが自然と上がってくるので、ここから前に行かないように止めておくという感じです。自然に上がってくるものを僕は止めるのがライズのバランスを取るという感覚です。なので、今回のテーマに関して言うと、ライズの仕方を丁寧にバランスのコントロールでやることによって、行き過ぎないように、倒れないように、自分のバランスを取ることにまた力を使えるという内容です。このライズの仕方が分かると、踊りの中でもとてもコントロールが楽になります。ライズ自体が自然に行われるようにしておりますので、自分のコントロールというのは、浮き上がってきたライズをここまでだよというふうに止めること、もしくはブレーキをかけるということになるんですね。ワルツのナチュラルターンで言うならば、1の足から次の2で左足を出しました。出した左足の上で体が少しつま先の方向に前に進んでいくようにすると、基本的にはかかとが浮きやすい状況になってます。そのままどちらかというと体が浮き上がってきますので、それを
僕としては抑える方向に力を使い、そしてまたロアにつなげていくという、そういう感覚ですね。上がること自体に自分の力を使ってしまいますと、コントロールするための力はうまく使うことができませんし、もう余力がない状況になってしまいますので、自分はいつも自然と上がるものを抑える、自然と上がるものを抑えるという感覚で、基本コントロールする方向に力を使えるようにしたいんですね。踊る際に絶対に筋力が多い方がその人にとって得にはなるんですが、そもそもこのライズをすること自体にそんなにたくさんの力を使う必要はないんですね。筋力が多い方がいいですが、ライズをするくらいならばちょっと重心を前にするだけで自然とできてしまうので、ここに余計な筋力は使わずに、ぜひその筋力は別のところに使っていただきたいなと思います。このように自然に上がっていく感覚が分かれば、それをどうコントロールするかという方向に自分の力と意識を向けることができますので、踊りにもかなり余裕ができると思います。練習方法としては、例えば簡単に、まあ、前にステップをしまして、そこから1、2、3、この瞬間に自分の足の中でちょっと前の方に行くだけでかかとは上がるということを感じていただいて、逆の足からでもそうです。1、2、3、この辺かなというのを感じてもらえると、自然なライズを行えると思います。後ろに行くときも、まあ、同じなんですけども、単純にですね、後ろに行き過ぎるとかかとがつきます。後退のために出した足の中で少し前の方にいるようにすると、後退した中でもライズができますね。逆足も一緒です。1、2、3、後ろに下がる時でもライズをしたかったら、その足の中で前の方に重心を残しておくと、かかとは浮いたまま後退することができます。今回の話はこのダンスにおいてはかなり大切だと思いますので、皆さんも自分のかかとがふわっと上がる感覚を感じていただいて、それをステップの中に生かしていただきたいなと思います。